階のビル群の中に戻ってきました。去年流した血液涙をわずか一瞬で失礼しないように日本体育大学30年ぶり10回目の総合優勝。東洋大学は総合2位でのフィニッシュになりました。現在総合3位でフィニッシュになった駒澤大学です。駒澤の